ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。4日目の朝からスタートですね。なんとなくモニター室をちらりと覗いてみても彼の姿はなかった。どうやら、昨日言っていた通り本当に眠っているらしい。今まで寝る間も惜しんで熱心に観察してたのに、急にどうしたんだろう？体調が悪い、とかじゃないといいけれど。彼の代わりに一応モニターをチェックしてみるが、特に異常を示す表示はなかったのでそのまま部屋を出た。空はどんよりと暗く、今にも雨が降り出しそうで気持ちも落ち込みそうになる。降ったら嫌だな。この季節の雨って、あれが起こるかもしれないし。つい悪い想像をしてしまいそうになり、気持ちを切り替えるためにキッチンに向かうことにした。あ、そうだ。昨日、お料理を振る舞ってもらったから。キッチンの棚に、以前ここにいた誰かが置いていったのか、彼が買ったのかまではわからなかったが、未開封で期限も問題ないホットケーキミックス粉があるのは知っていた。彼が揃えて買ってくれたのか、卵も牛乳もある。そして彼が料理好きということもあって、調理器具も一通り揃っている。これでホットケーキを焼いて、工藤さんに食べてもらいたいな。何枚ぐらい焼こう？でも、工藤さんってば朝はパン1枚しか食べないなら、ホットケーキもそんなに多くは食べられないよね。もし食べないって言ったら私が食べたらいいんだし。ボウルに作った種をすくって、薄く油を塗って温めておいたフライパンにとろりと流し込む。次第に、甘い良い香りが漂ってきて思わずお腹が鳴りそうになる。彼がこの施設内のどこで寝泊まりしているかわからないが、こんないい匂いを漂わせていたらきっと見つかってしまうだろう。おはよう。あ、使ってる？あ、おはようございます。やはり見つかってしまった。サプライズ返しのようなものだから、できればセッティングが全部済んでから来て欲しかったが、無理な願いだろう。昨日、工藤さんもこんな気持ちだったのかな。なんて、悪いことをしてしまったような気分になる。俺、部屋に戻っているからキッチンが開いたら声をかけてくれないか？あ、待ってください。今、ホットケーキ焼いてて。たくさんできそうなので、工藤さんもよかったら。実際は、想定よりたくさん出来上がりそうだなんて状況はありえないと彼に気づかれてしまわないだろうか。わざとらしくなかっただろうか。心臓の鼓動がうるさい。え？本当にいいの？はい。お料理のお礼です。こんなのでは釣り合わないですが。だから今日はそこに座って待っていてくれませんか？おう。なんだか悪いね。ではお言葉に甘えさせてもらおうかな。テーブルにランチョンマットを敷き、その上に手早くナイフとフォークなどを置いていく。今日ほど、飲食店でこういうアルバイトをした経験があることを喜ばしく思ったことはなかった。そして最後に、丸く綺麗に焼けたホットケーキを乗せたお皿を彼の目の前に置く。我ながらうまく焼けた渾身の一枚だと思う。私の方のお皿に乗っかっているのは、ちょっと焦げてしまったホットケーキだったけど。おお。美味しそうだ。でも急にどうしたの？お料理のお礼にと思ったのと、どういうわけか急に食べたくなって。あ。もしかして、ゴールデンレコードのお話を聞いたから、丸い円盤状のものが頭に浮かんで、食べたくなったのかも。食い意地の張った自分が恥ずかしい。きっとまた、昨日みたいに赤面してしまっているはずだ。あはは、確かに、素晴らしい。これは紛れもなくゴールデンレコードだ。でも、彼は想像以上に喜んでくれた。子供みたいに瞳をキラキラ輝かせた彼のその表情を見たら、顔だけでなく心も温かくなった気がした。いただいてもいいかな？はい、もちろん。どうぞ、召し上がってください。じゃあいただきます。あ。美味しい。ありがとう。当時の人類の技術の結晶をホットケーキに例えてしまったのを怒らないでいてくれたことの嬉しさと、美味しいと言ってもらえたことの嬉しさで胸がいっぱいになる。なんだか子供の頃を思い出すよ。誰かが焼いてくれたホットケーキを食べるなんて久しぶりだ。確かに、大人になるとなかなか食べる機会ないかもしれませんね。私も久しぶりに食べました。美味しいよ、こんなに美味しいものなんだな。ありがとう。そういえば、工藤は両親がいないって言ってたね。工藤の見た目から察するに、まだ30歳ぐらいだと思われますが。両親がどちらもいないとなると、事故かな。両方が同時に命に関わる病気を患ったとは考えづらいですもんね。彼が遠くを見るような目をしていたのがなんだか気になったけれど、幸せな時間を過ごせた。ああ、これで天気が良かったらもっと良かったのに。
私の心とは裏腹に、空には分厚い雲が広がって、空模様は今にも泣き出しそうだった。その後、私の勤務時間になると、彼も忙しいだろうにちょくちょくモニター室に顔を出してくれていた。私がこの分野でレポートを書きたいなんて言い出したから、質問しやすいようにいてくれるのだろう。こんな専門分野の人にすぐ質問できる環境。なんて素晴らしいのだろう。本来ならお金を払ってお願いしなくちゃいけないぐらいだ。でも、彼に負担じゃないだろうか。という不安もあった。もしかして宇宙人についてのレポート？いえ、そうではないんですけど。なんだ、そうなのか。もしそうだったら俺と同じ分野だからさらに力を貸せたかもしれないのに。あはは、冗談だろうけど、もしもそんなことしてもらったら明らかに完成度が高すぎておかしい仕上がりになってしまうだろう。夏休みの宿題を親や年上の兄弟に手伝ってもらうような行為の高レベル版といった感じだ。SF 作品は読んだことがある？有名なものだけでも読んでおくと、参考になったりレポート内での話題の一つになるよ。SF はあんまり。たった一つの冴えたやり方とかは初心者向けかもね。あ、そのタイトルは聞いたことがありますけど、どういうお話なんですか？舞台は遠い未来。少女が自分の宇宙船を手に入れて宇宙空間を出歩くうち、奇妙な生命体に寄生されてしまう話だ。へえ、なんだか少し怖いテーマだ。でも、そういうところも SF なのかもしれない。彼女は脳内に寄生した宇宙生命体と絆を深めていくのだが、友情ものなら、読んでも楽しめるかも。だから初心者向けなんて言ったのかな？絆か。でも結局、何が冴えたやり方だったんですか？彼が一瞬言葉に詰まり、吐息だけが部屋に小さく消えていった。自殺だよ。え？その生命体は人間の脳に寄生し、食い荒らし、人を操ることが分かった。そして他人に感染する。自分が帰還したりしたら、他の人たちも被害に遭ってしまう。その寄生被害を広げないために、彼女はその寄生生物が熱に弱いことを突き止め、自ら熱源に飛び込む決心をしたのさ。そんな。この究極の自己犠牲による衝撃的な悲しい終わり方だから、今も評価されているんだ。少し怖かった？あまり難しい設定が出てこないし、有名だから初心者向けかと思ったのだけど、ごめん、ちょっとふさわしくなかったね。いえ、ちょっとびっくりしただけで。今の彼は、研究のしすぎで宇宙人に取り憑かれているようなものだ。それが進行したら、工藤さんも、もしかして。私はこの物語の主人公が死んでしまうことが悲しいというよりは、なぜかそのことを話す工藤さんもいつか同じことをしてしまうのではないか、という不安で頭がいっぱいになってしまった。考えすぎだよね。俺はあなたとの会話は楽しいと思っているのだが、俺が一方的に話しているだけだな。しかも、余計なことまで。申し訳ない。こういうの久しぶりで、つい。私も工藤さんのお話聞いてるの楽しいから。私こそ、全部を理解できなくて申し訳ないぐらいで。私も。本当はもっと、お話したいんです。え？そうか。そうなのか。彼は明らかに動揺しているようだった。困らせちゃったかな。自分でもこんなに積極的なことを言ってしまったのが不思議なぐらいだ。でも、いつか遠いところに行ってしまいそうな彼を、引き止めなきゃいけない気がして。瞬間、窓の外に稲妻が走った。やあ、ああ、ついに降ってきてしまったし、恐れていた現象まで起こってしまった。小さい頃からどうしても雷が苦手だ。年齢だけは大人になってからも、ずっと同じ。できれば人に知られたくなかった。雷。怖い？大人なのに、おかしいですよね。ごめんなさい。いや、いいよ。誰にでも苦手なものはある。工藤さんは。やっぱり怖くないんですよね。雷。雷？外にいるときはさすがにちょっと怖いけれど。部屋の中にいれば平気だよ。避雷針や非常電源があるから機材への影響もないし。と言っても、苦手な人からしたら理屈ではないよな。どうしようか。雷鳴を聞くのが嫌なら、爆音で音楽でも流す？ああでも、クラシックのレコードしか持っていないんだよな。いいんです。お心遣いありがとうございます。私がしっかりすれば済む話ですから。あれ、そういえば、雷雨でも観測への影響は出ないんですか？ああ、地上にある望遠鏡ならダメだろうけど、俺の宇宙望遠鏡は雲の上だから問題ない。いつだって晴れだ。そうなんですか。今だけ宇宙に行きたいです。
はは、そうだな。結局あの後、雷が鳴り止むまで工藤さんは私の話し相手になってくれた。次第に空は晴れ模様になり、私の心に立ち込めていた不安は雨雲と一緒に過ぎ去っていった。まだ外も暗いのに。午前4時。一応、5日目だね。4日目の朝といい、早起きになってませんか？あと、やっぱり積極的になってるよね。主人公も思っていましたが、工藤の行動も怪しい部分が多いです。あんなに研究熱心だったのに、どんどん研究から離れているような気がします。二人ともありえないことではないけど、下手したら、二人同時に規制されている可能性もあるよね。影響がどんどん大きくなっていくのなら、日にちが経つごとに違和感も大きくなるはずです。両方の行動をよく観察しないとね。今回はここまでです。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。